こんにちは、速稼塾の久保でございます。いつものこの画面からお送りするんですけども、今回はね、ちょっとね、真面目で大切なお話をしようかと思います。なぜなら49歳の私が50代の10年間をどのように歩んでいくか、どのように自分の暮らしや生活や資産構築をしていくのか、そして皆さんとどういうふうにお付き合いしていくのかってことを、まあ大きく決断した、そんな放送になるからなんですよね。その一つが FX オリガルヒというテーマになります。ずっと今まで、10年間速稼塾を運営してきたんですが、その速稼塾の運営の中身ってのはその時代時代に合わせて変わってきました。で、その中で今回速稼塾がね、初めて大きく転換する機会になると思うんですよ。それが FX オリガルヒというもので、今までも FX の相場解説をしたり小さな教材は出していたんですけども、いや、このぐらい本格的にやっていこうと決断できたのは本当皆さんのおかげであるのと同時に、ますますこれからね、金融というものに重きを置かなければもうやっていけないような国になってしまったんではないかな、時代になってしまったんではないかなと思うからなんですよ。さあ、それでこの FX オリガルヒっていうのは速稼塾のバージョンアップ版としてね、お送りしたいわけなんですけども、今回は詳しく内容をこちらの方でね、お伝えしたいという気持ちなんですね。よろしくお願いします。はい、では FX オリガルヒというものなんですけども、お話したように50歳を迎えるにあたって速稼塾を FX に重点シフトするということを決断しました。もちろんその他のコンテンツも出していくと思いますけども、やっぱりね、7割から8割ぐらいは FX に特化した、そんな速稼塾に運営を切り替えていこうと思います。で、今まで速稼塾ってのは自己アフィリエイトを中心とするアフィリエイトのスクールとして始まった。それが2013年からなんですが、途中でね、MLM ってものも攻略するために採用した代理店事業っていうのがありました。まあこれはね、今ではもう、ほとんどやっていないんですけども、新展開を迎えております。で、次。やっぱ YouTube を攻略しなければ何も始まんないなということで、私は最初から YouTube やってきたんですけども、YouTube を強くお勧めするような速稼塾という形もありました。その次に暗号通貨についてね、多くの人にお伝えしてきたものがあります。主にカルダノを中心としてです。まあ、この時に私の YouTube チャンネルの登録者の方っていうのは爆発的に増えて8000人ぐらいプラスアルファになったんですよね。いや、すごい勢いで暗号通貨が伸びていきました。それから投資というものをもう一回基礎からやっていくために FX を速稼塾の常時コンテンツの中に取り入れて現在6年になるわけなんですよね。さあ、それで FX オリガルヒっていうのは今までやってきた時代に合わせて変わってきたものに加えてですね、いや、もう一歩踏み込んで FX を本格的にやるためにはどういうふうにこれから作っていけばいいのかなってことを考えた結果、今回の FX オリガルヒというね、新興財閥って意味なんですけども、 FX によってもう新しい資産構築の方法を作っちゃおうよと、 FX によってまあ資金的にもっと時間的にも楽になっていこうよってことでね、漠然と青写真を作ったところから今回の具体的な形になりました。私は具体的に3つの目標を掲げています。すべて50代ではっていう前提になります。もう私もね、もうちょっと半年したら50歳になっちゃうんですよ。で、50代ではね、私は自分の仕事として FX を投資助言法人っていう形にしたいと思ってるんですよね。もう気持ちだけはね、日本一の FX チームを作るという、そんな考えです。毎年、この会員さんを募集していこうと思います。まあ、つまりは速稼塾の熟成さんを募集するというよりも、まあ、FX のね、特別チームを作っていこうよというふうに野望を抱いてるわけなんですよね。もちろんうまくいくかどうかわかりませんけども、こういう目標を50代の10年間で打ち立てていこうかなっていうことで、今回の FX オリガルヒということになったわけなんですよ。まあ高いレベルのように思いますけども、最初はね、本当に普通の FX のコミュニティみたいなところから始まりますんで、ハードルの低い位置に参加していただければなと思います。一緒に成長していけるんじゃないかなと思います。で、50代ではですね、二つ目なんですけども、FX の資産構築法の継承したいんですよね。まあ私、今ではね、大きなことを言うつもりはないんですけども、FX をやれば、もう大体勝つんですよ、今は。金額大きい小さいとか、ロット大きい小さいは別にして、とりあえず FX にログインすると、いくら勝つかなっていう勝負なんですよ。特に週単位ではもう負けないと思います。まあですんで、このね、資産構築法を継承していきたい、伝えていきたいと思ってます。これが50代での目標になってきます。まあ今までね、教材は出していたんですけども、私が指導するっていうところまではなかったわけですよ。
もちろん個人的にご連絡いただいた際には細かくご指導ね申し上げたんですけども、まあそれも本当に個人的なレベルだったんですよ。これからはもう公にも個人的にも本当にね通用するものを継承していきたいと思います。つまり私と同じように年間で1000万前後、もしくは調子がいい時は2000万ぐらい稼ぎらの人を徐々に作っていければなと思うんですよ。もちろん資産の問題もありますので、最初余剰資金がね10万とか20万ぐらいしかない時にはどう頑張ってもそんな金額にはなりませんけども、ただ勝利の法則がね身についていって、少なくとも4対6で勝てるようになってきたら、これはあと資金をどうやって作っていくかっていう問題になりますので、どっかでね資金を作ってきて FX で徐々に増やすみたいな方法にもなるんじゃないかなと思います。ちょっと具体的に言うとね、うちの息子大和くん10歳をめどに FX の継承をしたいと思います。これはね10歳から始めるのか10歳までに完了するのかってことをちょっと曖昧にさせてください。というのがまだ大和くん文字も書けませんので、今なんとなくわかんないんですよね。それから大和くんがね、例えば野球の選手になるかもしれないし、 YouTuber になるかもしれないし、必ずしも FX に興味を持つとは限らないんですよ。あとうち一応ね民謡の家元ですからね、大和くんが3代目になる可能性もあるんですよ。私一応2代目でございます。ですんで大和くんのことは意識はするんですけども、基本的にはね熟成さんに、継承をしていただきたいかなと思います。つまり今日49歳の時点での久保哲郎の実力が、例えばね3年後とか5年後分かりませんけども、私みたいに FX を毎日やって、そこで週単位では負けないよと、年間で500万とか1000万の利益を上げるよっていう人をなんか5人とか10人とかね、そのぐらいのレベルで作っていきたいなと思うのが50代の野望なんですよ。はい。で、3つ目です。50代では FX プロトレードのコミュニティ作りたいなと思います。もちろん、儲けてる人がいっぱい集まってほしいんですけども、そうでなくてもね、コミュニティとしてなんかレジャーを楽しんだりね、家族の問題語り合ったりとか、それから FX のコミュニティですから、なんかレースをしてみたりね、じゃあ1週間でどのぐらいなんか競い合っていきましょうとか、それからみんなでコンテンツを作成して世の中にリリースしていくとかね。それからこのコミュニティに参加している人の一人一人のコミュニティを作ることに協力したりとかね。なんか紹介文をみんなで作ってあげたりとかっていいじゃないですか。そういう風にして、今、速稼塾で小さな速稼塾のね、塾生さんの作っているコミュニティを応援したりとか、そこを紹介したりとかしてますけども、そういった形で FX プロトレードのコミュニティを作った暁にはそこで皆さんの FX のコミュニティね、皆さんが生徒さんを持って、それを教えていく、応援していくってものを、こう、みんなでね、大きな、この FX オリガルヒっていう大きなチームでもサポートしていきたいなと思うところでございます。はい。まあ、というのはね、やっぱり FX オリガルヒって、後々順調にいけばね、募集金額かなり高くなると思うんですよ。で、そうなると、オリガルヒには入れないけども FX を学びたいねって人が、オリガルヒのメンバーの作ったコミュニティに入るっていうことはできると思うんですよ。そういうことまで考えております。はい、次。やっぱりね、ここで私50代のうちに資格取得を目標にしたいと思います。資格取得と必要な信頼構築ですよね。まず信頼構築のことから話していきます。どうやって私がね自分のことを信頼してもらえるように努めていくかってことは、今までの通りに返信の速度と、で、量産されるコンテンツの量ですよね。この行動量によって分かってもらっているんではないかなと思いますし、今後もこの速度とコンテンツ量は伝え続けていきたいと思います。ね、なんかよくね、コンテンツ売ってる人とか、人を募集するとき、入金までは一生懸命やるんだけども、入金して、さあスタートって時に、いきなりペースが遅くなったり、連絡がね、すごくつきにくくなったりすることがあるんじゃないかなと思うんですよ。だからそうではなくてね、私は今まで以上にバリバリやるよってことまでは言いませんけども、ただね、少なくとも今までよりもペースが落ちることはありません。この返信の速度と、それからコンテンツの提供量ね、今でも一日に数十人の方とコミュニケーションしてます。メッセージをいただいたら動画で返信したり、個別のメッセージを入れたり、メールで返信したり、 Facebook、Twitter、そしてメール、 YouTube のコメント欄使ってますけども、でも今までと同じペースでやっていきます。今まで以上のペースになるかどうか分かりません。でも頑張ります。はい。皆さんがねものすごく私を必要としていただければいただくほど、私もたくさん行動して早く返信することになると思います。そこで3つのスローガン、誰よりも行動量を多く、誰よりも分かりやすく、そして誰よりも身近にね
友人のように家族のように皆さんとは柔らかく接していきたいと思います。いかがでしょうか。もうちょっと説明聞いてくださいね。はい、投資助言業ってものについてお話ししようと思います。投資助言業、私が50代で取得したい資格と、そして信頼、さらに顧問先も50代では取っていきたいと思います。顧問先ですから熟成さんの募集ではありませんよ。で、この顧問先ができた暁には、できればね、このオリガルヒに参加しているメンバーにもお手伝いをしていただきたいと思います。もちろんその際は私が雇用主となって報酬をお支払いするという形になります。では顧問契約がもしね、できるような、そんな夢の世界がもし来たとしたら、年間契約料と成果報酬ですね、こちらの方を設定しなければなりません。まあ将来的、私が50代のどこかでもし顧問契約を投資についてね、投資助言業としてするなら、年間契約料は1社120万円、つまり月間10万円の基本料金です。プラス成功報酬をいただくって形になりますので、結構ね、これで数千万とか億みたいな金額見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんお金のためだけにやるわけではないんですけども、こういったものを培うことによってね、もともとはアフィリエーターの私がどこまで登っていけるのかっていう、自分の人生の挑戦もしてみたいわけなんですよ。もちろんこれは私の夢ですから、必ずこうなるとは思いませんけども、少なくともここを目指して FX オリガルヒというものの第一歩を示すということなんですね。で、この投資助言業なんですけども、特定の国家資格などは必要ないらしいんですが、当該業務に関する十分な知識及び経験を有する役員または使用人の確保が必要ということになります。これは私できればね、熟成さんの中から役員とか使用人を確保したいと思ってます。もちろん役員になるわけですから、うちの会社に入ってもらう、広島観光というね、会社がありますけども、ここに入っていただくということにもなりますし、きちんと報酬もコンスタントにお支払いした上で、いろいろと一緒に仕事をしていきましょうということになります。ですんで、これを目指す方は一定のやっぱこうレベルが必要になってきます。まあでもね、多くの方はこうやって雇われるんじゃなくて、私なんかに個人的に FX で生活費が稼げればいいなと思ってらっしゃるのが本当のところだと思いますので、まあ熟成さんの中からできれば募集したいんだけども、そうじゃない場合はまあ一般のマーケットから募集するってことになりますね、ハローワークを通じてはい。で、投資助言業の代理業を行うには、金融商品取引法第29条に基づく登録を受ける必要があるということになります。登録の期間から業務を開始できる流れは以下のようになってますけども、ちょっとちっちゃくてすいません。まあこういったものがありますよってことなんですよ。まあここで皆さんにね、細かく説明するつもりはありませんけども、私はこういうのを覚悟して、今お話してるってことだけ分かっていただければと思います。ちょっとバーッと飛ばしますね。はい、まとめになります。今回お話したことってのは、私の50代を彩る壮大な事業構築の第一歩なんですよ。その第一歩が FX オリガルヒといって、まあ旗目にはね、普通の FX のなんかこうオンラインコミュニティと全く変わりません。私のレベルはまだそのぐらいなんですよ。ただそこで終わるつもりはありません。同じようなものを延々と販売していって、情報商材アフィリエーターみたいになるんじゃなくてね、いや私はね、この募集を繰り返すことによって自分の力も高めていって、そしてね、慣れないかもしれないけども、とりあえず目指す先は日本一の FX の事業体になりたいと思うんですよ。何をもって日本一にするかはまだちょっと思いつかないんですけども、それはね、コミュニティに参加してくださる皆さんと探していければなと思っております。はい、2022年49歳のスタートを飾るに至ってですね、40代最後の挑戦になります。まだ49歳、もうちょっと数ヶ月続きますんで、ちょっとね、50代のスタートを49歳のうちに始めておきたいなと思ってます。まもなく募集でございます。で、募集対象を最後にお話して終わろうかと思います。募集対象は速稼塾の熟成さんであることが対象になります。もしくは何らかの関わりがあることね。これは昔教材を買ったことがあるよとかね、速稼塾のなんですかね、メンバーシップの会員さんだよとかね、 YouTube のそのぐらいでも構いません。とにかく、まあ私と仲良くやっていける方ね、アンチコメントを一生懸命書くために来る人は基本的に募集しませんので、すいません。次、週1程度はやり取りができること。これは私の方ではありません。私は毎日でも構いませんが、なんせね、熟成さんが無活動になっちゃうのが怖いんですよ。ね、せっかくお支払いいただいてね、
参加を決めるわけじゃないですか。今回の FX オリガルヒに対しても、速稼塾に対しても。でも、なんか、幽霊部員みたいになっちゃって行動しないことになると、さすがに今回の FX オリガルヒは腹をくくってやってもらいたいんでね。で、皆さんの頑張りが私の夢の成功にもなるんで、結局皆さんがお金をお支払いいただいて、一つの FX に取り組むわけじゃないですか。私ね、お金が欲しくってやるってことじゃないんですよ。一定の経費がかかりますんで、費用は請求します。FX オリガルヒに関しました。そんなにね、5万、10万みたいな安い金額ではないことはお話した通りなんですけども、でもね、お金もらって終わりじゃないんですよ。そのお金を使って、皆さんが少しでも実力が上がるように、私は、そのいただいたお金を経費として使ってね、自分の力と、自分の伝える力と、皆さんの実力の向上に、すべて投入するつもりなんですよ。まあ言ってみれば当たり前のことなんですけどもね。そのためには皆さんが、どんなことで困ってるのか、何が見えてないのかを、知る必要があるんですよね。それを週1回ぐらいはやってもらいたいと思います。こちらから課題を出したり、連絡をすることがあると思います。それに関しましてはね、本来なら自主的に週に1回ぐらいはこんな形になったんですけども、ちょっと採点お願いしますみたいに来てほしいんですけども、そうじゃない場合はこちらからね、今週どうでしたか、ここが難しかったと思いますけど分かりましたみたいな感じで、行こうかと思います。3つ目、やっぱりね、募集対象 FX で資産構築を目指していることなんですよ。 FX が負けても面白いからやるみたいな人は今回はいりません。最初負けるのはしょうがないんですよ。でもいつかはこれで資産構築するんだと、これで時間とお金を手に入れるんだ、そして社会貢献するんだぐらいに考えている人に来てほしいと思います。で次です。やっぱりね、 FX のテクニカルを身につけたい人を募集したいと思います。なんか都市伝説とか奇襲とか奇策とかね、裏情報によって勝つみたいなのはちょっと今回はご遠慮いただきたいと思います。 FX には確かにね、裏情報みたいなのが回っていて、それによって偶然勝つ人っているんですよ。でもそうじゃなくって、 FX のテクニカルっていうのは、そのテクニカルさえ覚えれば誰がやっても似たような結果になるからこそ通用するんですよね。で、自分にしかできない、この人にしかできないっていう、そんな技は必要ないんですよ。感覚に頼ったものとか、インスピレーションに頼ったものはね。とにかくテクニカルのように、公式を覚えたら、丸がもらえますよ、少なくとも部分点がもらえますよっていう風に、資金が増えることをテクニカルで実現するというね、そういう目的になってますんで、それを目指す人を募集したいと思います。そして最後はね、本当に大切なことだと思ってるんですけども、将来の夢があること、こういった方をぜひに来てほしいですよね。だからとりあえず参加するんじゃなくて、将来的には自分の人生こうしたい、そのためには資金がいるんだ、そのためには FX がいいんだっていうふうに判断できる方です。もちろん将来の夢は変更しても構いませんから、走っていくうちに違う景色が見えますから、じゃあこっちにしようかなっていうふうに変更は可能なんですよ。とりあえず何かがあればいいです。何もなければちょっとね、これはモチベーションが続かない問題になっちゃうんで、単なるその費用を払って終わりになる可能性がありますんでね。私もそれあんまり本意じゃないんですよ。私は基本的に、ただお金をもらって終わりっていう世界にはね、今まで通りしてほしくないんで、やっぱりね、その、今回の FX オリガルヒの費用を使って私を雇う気持ちでやってもらいたいと思います。という形でね、今回はちょっと長めになりましたけども、お話してみましたけども、いかがだったでしょうか。はい、FX オリガルヒは私にとってもね、大きな挑戦でございます。もしかしたらこの6年間つけてきたと思った実力が全部運でね、この49歳から50歳になるに従って FX のスランプがバーッと起きるみたいな、少ない可能性ですけども、そういうことがあるかもしれません。まあ本当にね、投資ってのは今までうまくいってきたからこれからもうまくいくっていう保証がないところにリスクが常に残るんですよね。まあでも私もね、FX はね、よくここまでできるようになったなと思うところと、分かりやすくて、解説がものすごく聞こえる。で、自分も勝てるようになっちゃったって声をね、本当によく3年ぐらい前からいただくようになって、それがね、際立ってきたのが、半年ぐらい前から。特にこの3、4ヶ月は、一方的なトレンドが発生するということもあってね、そのトレンドが発生する前のファンダメンタルで、私が、相場解説を2週間しませんと言った決断もさすがだということで評価がすごく高くて、ものすごく今ね、お互いに熱くなってるってことだと思うんですよ。で、
これから私10年少なくともこの FX オリガルヒをやっていくときに、もちろん皆さんとは一生の付き合いをするつもりで私はやっているんですけども、情報発信もやめませんしね、10年後だろうが20年後だろうが、レスポンスは必ずしますんでね、最速で。まあしかしこの FX オリガルヒにつきましては、当然ですけども、じゃあ10年間のサポートしますよっていうね、そんな話じゃなくて、一応期限は設けさせてもらいますけども、でも期限があるからって言って私も知りませんってことはないですからね、それはもうお分かりだと思いますけども。とりあえずは募集をした人に対しましては対象期間っていうのを区切ることによって、やっぱこう毎年ぐらい募集したいんですよ、これを。毎年募集して、そのたびに多分金額は上がっていきます。なんせ、実力が上がるわけですから、私はね。今まで私は FX の実力がずっと上がってきて、で、そろそろという形で教材を出して。で、教材も当時は値引き価格だったんですけども、今は通常価格ですからね。だからそういうふうに、皆さんに対してもそうですけども、自分の実力に合わせたようなね、自分への価値っていうのもちょっと感じていただきたいかなっていうところもあります。まあ、これは FX の量分というよりも、速稼塾のね、情報コンテンツ販売の量分になってくると思いますけどね。しかし今回の FX オリガルヒは単なる情報商材を売ろうという話ではなくて、まあ、本当にね、新しい、コミュニティね、なんかオンラインサロンでもなくって、なんと表現していないのかなと。まあ、一つの会社を作るみたいな感覚ですよ。本当に。しかも会社で募集しますからね、もうね。FX オリガルヒは、私の法人が事業として、この10年間を目論んで、やっていくものになると思います。もちろん、全部がうまくいくとは限りません。綺麗にね、投資助言業の資格がスラッと取れて、何の問題もなく、顧客も集まって、顧問先も集まって、みんなでわははじゃないかもしれません。それは、FX を身につけようとしている皆さんと同じような困難が、私のこの FX コミュニティの事業構築にも同じようにね、予想外の困難が迫ってくると思いますけども、そういう意味を込めて、一緒に挑戦して、一緒に克服して、一緒に成長していきたいなと。思っております。はい、じゃあまた続をお待ちください。 FX オリガルヒお楽しみに。ありがとうございました。